こんにちは。古翔です。世界の名作文学を5分で語る。時には10分くらいかかってしまって、まあ実際には20分くらいは喋ってますという、まあそんな気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。えー、面白かったなと思っていただけたらぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。えー、今回は前回に続きまして私が影響を受けた本50選。 ということで、えー、この間ですね、えー、1冊目から30冊までお話ししたので、今日は31冊からあ50冊まで、えー、話していきたいと思います。はい、それでは、えー、前回に続いてですね、早速、資、え、料、ー、の方見ていただきたいと思います。えーまあ、31から40ということになってますけどね、まあ、あのとても影響を受けた本、50選ということで、えー、プレゼンテーション開始で。 こう読み込んでいますね。とても影響を受けた本、50選。文学以外も何でもかんでも入れてみたです。はい。で、1から10、11から20、21から30ということで、まあちょっとね、20分超える長さだったんですけど、えー で、31冊から40冊目の10冊に入っていきます。えー、若き日の思い出、愛と死武者の工事、サメ厚詩集ということでですね、この3冊で1冊扱いっていうね、何のことだ、みたいな感じですけど。 あの、まあ、僕はですね、日本文学で最も素晴らしい小説は、武者の孔子さんのやつの若き日の思い出だと思っています。我が輩は猫であるも、孔人も、森岡のガも、堀立の,の風立ちぬも、川端康成も、谷崎純一郎も、三島幸雄も、ありとあらゆるものを超えてですね、若き日の思い出が僕に最も影響を与えた日本文学の小説です。 はい。これは多分ね、死ぬまで読み返すだろうな、っていうぐらいね、あの、若い頃は主人公のポジションに立って読んでましたが、まあ、この年になるとですね、この主人公の婚約者のお父さんという人がいるんですけどね、この年になるとお父さんのポジションで、 読めるというね。まあ、これはアーダルベルト・シュティッターのバンカーについても言えることですけど、若い頃は若者ハインディヒ、まあ主人公ですね、主人公のハインディヒのに自己投影して読んでいたのが、まあ、いつの間にか僕も年を重ねてですね、その、そハインディヒにものを教える。 リーズ波弾色のポジショニングに変わったというね、えー、文学というのは、本は一緒だけど自分が成長するから本の世界が変わるというね、素晴らしいですね。そして、まあ愛と死はとても当時感動した。中学2年の時に言いましたよね。それから、武者の孔子実厚も、ちょうどあの中学2年の、中学2年の頃に、武者の孔子実厚、 ビッグバンっていうのがあってですね、僕は文学に目覚めたので、まあ、なので武者の工事なんですよ。そうそう、文学ビッグバンは武者の工事で起こったんでね、中学2年の時から本をたくさん読むようになりましたね。はい、で武者の工事された詩、今考えるとね、大した詩じゃないんですけど、個人的な思い出のために影響を与えた詩になっています。 それから、えー、これはまあ文学とは関係ないですけど、田中隆明さん。えー、この人は自己啓発会社の SSI という会社を作った、そこのお今、会長というのかな、総帥というのかな。まあ、そういう人で,ですね。70歳ぐらいになられてますけどね。あの、アルファ波と自律訓練法を用いて、潜在意識への扉を開いてです、ね、で潜在意識が無防備になっているときに、えー、まあ有益な本や、あ まあ、昔はカセットテープの音を聞いてですね、まあ、音っていうか、こう、本の朗読みたいなものを聞いて、良い情報を脳,脳の奥深く潜在意識に入力しようっていうね、そんなコンセプトの自己啓発のやり方を考えて、まあ、それがね、えー、とてもお当たって、えー、ものすごく流行っていましたね。はい。えー、ところがですね、後日談があってですね、まあ、この方は、あの、 タミル語っていうね、インドのタミル語っていうのを研究していて、まあ、他にも古代史をいろいろ研究してるんですよ。で、まあ、僕も古代史でいろいろ書いてるんで、で、この人の説って面白いんですよ。あのー、自己啓発の本で、まあ、好きな人だからっていうことを除いてもですね、とてもやっぱり発想が豊かで面白いんですね。で、それで、この人の文章を引用して、僕はブログを書いたり、ものを、動画をやったりしてたら、この人からですね、メールを来てですね、 えー、なんと、古昌先生とか言ってもらってですね、いや、私は先生じゃないんですけど、みたいなね、感じでしたけど、いや、なんかね、あのー、まあ、まあ、そんないつもかつもやるわけじゃないんですけど、なんか、つながりが、つながりができたということでね、個人的にはとても楽しい、えー、古代史のおかげだな、みたいな感じでした。はい。それから、デニス・ウェイトリー。まあ、これも、あの、田中さんが翻訳したあ、アメリカオリンピック委員会の心理サポーターみたいな、あ、ことで、心理学者、元アメリカ海軍のね、えー 空母艦載機のパイロットをやってたという変わり種の人ですね。この人の書いた本はとても好きで、えー、カセットテープのプログラムもね、えー、持っていて、とても没頭した人です。で、この人があの、この人のお母さんが書いた詩っていうのを紹介していてですね、でこれが母親あ、小さい子供を持つお母さんたちにね、結構人気があるみたいで、昔あの、うちの子供が小さかった時に、あの私の妻がその詩をね、 持ってたんですよデニス・ウェイトリーと書いて、デニス・ウェイトリーを知っているのかって言ったら、この詩はなんかそのママさん族での中ではメジャーなんだってことで、ね、言ってましたで。ちなみにどんな詩かっていうとですね、4歳の子供たちを見かけませんでしたかってタイトルなんですね。でこのデニス・ウェイトリーのお母さんが書いてるんですけど、まあ、どんな感じの詩かっていうと、4歳の私の子供たちを 見かけませんでしたかもうどこにもいなくなりましたと。で、もし4歳の私の子供たちを見かけたら伝えてください。お母さんは今ならいくらでもあなたたちと一緒に遊べる時間がありますよ。まあ、一緒に本を読んだり、一緒にお絵描きをしたり、一緒におにごっこをしたり、えー、まあ、これは僕は跳躍して言ってますけど、まあ、そんな風にしてお母さんにはいくらでも時間があるんだけど、4歳のあなたたちは一体どこに行ってしまったんだろうかもし、 え、伝えることができたら、誰か私の4歳の子供たちにお母さんには時間があるよって伝えてねっていうね、そういう心温まる詩なんですよ。まあ要はね、実際にリアルに若い母親だった時は、まあ仕事もあるし家事もあるし、まあ忙しくてね、子供たち一人一人に丁寧に時間をとって話を聞いてやったり遊んでやったりすることはできないけど、まあ今、歳をとって、 えー、今ならいくらでも時間があるんだけどっていうね、まあ、そういうなんとも言えない微笑ましいというか、人間存在の本質に関わるようなですね、素晴らしい詩でしたね。はい、で、豆乳をくれがはトーマス・マンの小説です。そしてこの世に住む日々は吉田松陰について書いてある詩ですね。この吉田松陰の幼少期の育てられ方がね、激しいですね。今なら児童相談所が駆け込んでくるようなね、えー、もうね、 あの正座していて、えー、蚊が止まって書いたら、ぶたれるんですよ。何やってるんだ、虎じろみたいな感じでね、えー。それはつまり、今、修行という藩のための公の行為をしているのに、痒いというのは私事だろうかというわけですよね。いやーって世界ですね、はいえー。まあまあ、おもし面白いです、この4にするで、3人姉妹、チェーフ,フの戯曲ですで。トーマスマン評論集というのは、 まあもう僕にとってはとてつもないインパクト。まあこれは動画で喋ってます。同じく動画で喋ったデビッド・コッパーフィールド。えー、それからあ、バルザックは最近、谷間の百合を読んでですね、なお一層好きになりましたけど、えー、これちょっとここだけ平なららになってますけどね。いとこベッド、ゴリおじいさん、谷間の百合前は いとこベッととゴリオおじいさんだったんですけど、オプションが増えてですね、いとこベッドゴリオおじいさん谷間のより、まあ素晴らしい世界。まあこれ人間喜劇全部でいくとね、バラザクはやっぱりとてつもないなという感じです。そして、えー、フランツカフカの審判史料短編集。まあ順番からいくとですね、審判を最初に読みました。中学2年の時に読んだんですけど、何一つわかりませんでした。 世界の名作だからって,言って頑張って通読したんですけど、まあ、谷間のよりはね、頑張ってこの間通読したら面白かったんですけど、審判は中学2年生が読んでも何一つわかりませんでしたね。まあそれは日本語だから書いてることはわかるんだけど、そこの奥底の意味合いはね、何一つわかりませんでした。で、でも短編集はね、比較的わかりやすくて、えー、皇帝の使者とかね、 あの皇帝の使者って、祖国の防衛はなおだれにされたことが多かったようであるということで始まるんですけど、いや、これは素晴らしい、もう3文史のような。 あの小説でですね、僕はこの皇帝の者を読むたびにゴルゴ13を思い出すんですね。えー、ゴルゴ13を思い出して、そういえば斉藤孝夫さんがね、ついこの間亡くなりましたけど、ゴルゴ13は1巻から100巻ぐらいまで本を持ってましたね。本っていうんでしょうかね。そして、す、え、べ、ー、て知ってましたね。僕は、まあ、50歳ぐらいになるまで、 1> 第1巻からのすべてのゴルゴ13読んでましたね、えー。実はこの中になんで入ってないんだみたいなぐらいですけど、まあ、特に影響を受けたわけじゃないですけどね。影響を受けなかったけど素晴らしいですね、ゴルゴ13ねで。その後、城を読んでね、おぉ、すっごいわー、カフカーと思って、じゃあ審判も読み,読み返してみよう面白いに違いないと思ったら、 いや、素と審判どっちがすごいか、ちょっとね、にわかに判断しづらいですね。いつも最後に読んだ方がより素晴らしく感じるみたいな、審判と城。どちらもヨーゼ・フケイがね、主人公ですね。はい。そして41冊目は、この間喋ったばっかりのワーズ・ワース詩集。特にマイケルという詩がおすすめです。そしてゲイテとの対話。これはもう人類が生んだ最高の本の一つですね。しかし、現代であればですね、 ゲーテインタビュー集に過ぎないんですけどね。昔はそんなのないから、ゲーテのインタビューがこんな大量に残ってるっていうことで価値があるっていう感じでしょうかね。 はい。それからゲーテ詩集。これは、あの、ゲーテ詩集という、オーブン社のね、詩集シリーズがあるんですよ。で、オーブン社の詩集シリーズって、とても巧みにうまく作っていて、読みやすくて、解説ももうすぐ下にあるし、なんて素晴らしいシリーズなんだろうなって言うんですけど、まあ、今や古本やブックオフ行ってもないんですね、オーブン社の詩集シリーズはね。まあ、ゲーテの他にも2、3冊持ってますけど、どれも本当に読みやすいですよ、オーブン社の刺繍集シリーズ。 それからハイネ詩集。えー、これを読みましたね。このゲーテ刺繍とハイネ刺繍は、これもやっぱり中学2年の武者の工事、サネアツビッグバンの頃、何回も何回も読んでですね、スランジられの暗記してる詩がいっぱいありました、当時、ゲーテとハイネ。失恋の詩ばっかりですけどね。はい。ということで、次はボードレールの詩繍。ボードレール、まあ、トータル的に大好きですけど、あの普通あんまりみんな読まないけど、三分詩。ランボーの三分詩はね、とてもちょっと難しくて、一回読んでもわかんないんですけど、ボードレールの三分詩 とても分かりやすいので、えー、ボードレールは3分子がおすすめかもしれないですね。 でえ、文学から離れて、アインシュタイン伝とニュートン伝。で僕は、あの、武者の工事、サネアツビッグバンが起こるまではですね、ニュートンの圧倒的な影響下に入っていてですね、小学校の時に読んだニュートンの伝記を何回も何回も読んでですね、あの、数学が好きだったんですけどね、中学までは数学好きだったんですけど、あの僕はなんか高校の先生に聞いたら、僕、高校入試の数学は100点だったらしいんですけどね、で、まあ、中学まで数学めっちゃ得意だったんですけど、あの、なぜか高校に行ったらですね、 えー、なんか、いろいろ精神的があって、成績もガタ落ちしてしまいましたね。はい。数学全然できなくなって、えー、もう、武者ゃら工事されやすビッグバンに乗っかったみたいな感じでしたね。はい。そうしてですね、えー、アインシュタインも、だから、ニュードンの流れで大好きでした。E イコール MC2 乗とかね、もう。 古典的な方程式ですけどね。それから清岡拓之さんの詩。それとあの聖書。やっぱりね、人並みに聖書好きなんですね。で、まあ、福音書はね、えー、中学2年の時にやっぱり読んでましたが、あの、まあ、キリスト教徒じゃないんでね、福音書を読んでもまあ特別感動はしないんです。まあでも一通り読んでますね。 落合ヒ彦さんの本を読むとね、あの一番かちょっと福音書について認識を新たにしたのがあの、日本語だとね、ヨハネの福音書、マルコの福音書、マタイの福音書、ルカの福音書って言うじゃないですか。なんか特別なもののような感じだけど、落合ヒ彦さん、落、ま、合、あ、陽一さんのお父さんですけオどアね、落合ヒ彦さんが言うには、えー、要はヨハネの福音書って英語だと単に。 ジョンと書いてて、ジョンなのか、そうか、ジョンだよなって感じでね、ジョンって言うと一気に親近感が湧きますよね。えー、ルカの副音書に至っては、ルークですよ、スター・ウォーズですよ、ね、スター・ウォーズのルークが喋ってるみたいなね、そんな感じで、マルコって言ったね、マルコって言ったらあの母を訪ねて3000里のマルコかみたいな感じでね、そういえばこの間、あのー、アルゼンチンの人がね、あのー、母を訪ねて3000里の アニメはイタリア人の作ったアニメだとずっと思ってたら、なんと縁もゆかりもない日本人が作ってたんですね。日本ってなんて国だ、素晴らしいってね、言ったっていうね、そんな話を YouTube で見た人からその話を聞いて感動しました。はい、まどろっこしいですね。はい。えー、まあ、そういうことでね、聖書。で、聖書は、まあ、侵略ではなくて、僕はね、あのユダヤ教の研究を一時期ちょこっとしたことがあってですね。で、その結果、ヨシュワ記と民数記と神明記6は呼ぶんです。 シ和キと民数基と新明基、これねなせ、あちこちに製品って何回も言いましたね。別にユダヤ教徒ってわけでもないんですけど、まあ、人間が生きる道においてですね、えー、とても意味深い、奥深い知恵が書かれていましたね。ちなみにこのシ和キっていうのはモーゼの後を継いだ2代目のユダヤ人の指導者ですけど、ある時神はですね突然語りかけるわけですよ。偉大な指導者、モーゼは死んだ。私はあなたを次の指導者に選んだって。神の声 超えてくるんで、すねで一生の間、私はあなたを見捨てないだろう、あなたがどこに行ってもあなたを守り続けるだろうって、神が突然しゃべり出す、頭の中でしゃべり出すんですよ。もうとてつもなく強いですね。だからあなたは強く、惜しくあれ、うろたえてはならない、えー、なんとかしてはならない。 いつも強く、惜しくあれってね、言うんですよ。そしてこの強く、惜しくあれって、神がヨシアに言った言葉こそ今のイスラエル軍のですね、標語になってるんですね。イスラエル軍の基地に行くと言ったことはないですけどね、強く、惜しくあれってヘブライ語で書かれてるそうですよ。そう、ヨシアは神がヨシアに頭の中に語りかけたんですね。まあ、これは潜在意識による脳内現象だと私は思ってるんですけど、えー、まあ、そういうことです。 で、このシラの書っていうのはね、集会の書ってことで、まあ普通に知恵が、ゲーテ信玄集のような知恵がいろいろ書かれています。例えば、あのー、古い武道集は美味しい、友情も同じだとかね、こ,こんな感じでウィットの効いた信、えー、言がたくさん書かれていて面白いです。で、最後になりますが、<laughs> 四書語教を読もうという本ですね。四書語教を読もう。 四、まあ、書五経を読んだかって言ったら、まあ、論語と申しぐらいは読みましたけどね、えー、ここに四書経を全部書いてますけど、私が読んだ四書五経は論語、申し、四経は読みましたね、四経は。で、書教も借りたけ、借りて,借りてパラッと。 と見ましたけどね春秋もパラッと見ましたけどね、越境は難しいし、来期も難しかったです。はいでこれはどういうものかっというと、あの儒教の典、えー、朱子学のねだ、誰が定めたかちょっと忘れましたけど、おこれがあ朱子学のよ、うん、朱子学だったかな、朱子学的な儒教解釈による儒教、えー、の聖典ということになっています。で、まあ、論語中央、大学申し、まあ、論語と申しはね誰でもし でますけど中央と大学も講師が書いたとされていますこの大学っていうのは何かっていうと、実は小学という本もあるんですよ。で、えー、安岡正宏のところにね、ある学生が、私はちょっとどんな勉強したらいいでしょうかって言ったら、君の場合は小学だな、小学をやりたまえって言ったっていうことねでね、小学、大学っていうのは、小常仏教、大乗仏教みたいな感じなんですね、つまり小学っていうのは、まず自分自身を整えろていう、そういう学問。 大学っていうのは社会貢献する学問。まあ、社会において、君主たるものをどういうふうに振る舞うか、みたいな、そんなことが書かれて、ま <laughs> 読んだこともない本は偉そうに言うだよ、みたいな感じですけどね。まあ、大体雰囲気はわかるわけです。で、えー、まあ、そういうことですね。論語中央大学申し、これが君主たるものの道を律するものだと。まあ、ちなみに、あのー、 孔子は別に人の道を唱えているわけではないんですよね。これはあの普通の日本人が多く誤解しているものなんですけど、戦、ま、書、あ、はね、えー人神、神が人にどう影響するかを説いている、一般人に説いているんですけど、論語は普通の人間の生きる道なんか一つも説いていなくて、これは君子の行動規範なんです。君子の行動規範。で君子の行動規範を人の生きる道と読み替えて現代人が読んでいるだけで、孔子には人間という概念はなく、 君子と庶民と王がいるみたいなね、そんな感じの概念で生きていたわけです。だから人の道を解いてるわけじゃなくて、君子の道を解いてるんです。だから君子はこうしないといけないけど、一般人はこんなことしなくていいよっていうのがね、裏にあるわけです。中国の老僧的いい加減さがね、儒教にも裏にあるわけですね。はい。そして、 えー、この五教の方ですね。昔はね、100教ぐらいあったらしいんですけど、真の始皇帝が紛書工事です全て焼き払って5つしか残ってないという説もありますね。森、え、永、ー、が渋谷中世の中で、 学教というのがあった。学教。音楽の楽ですね。音楽の教があったらしいけど、やっぱり焼かれて残ってないって言っていました。で、まあこれは書教っていうのは歴史です。司教というのはあの、万葉集みたいなね、中国の民衆のあれで、まあだから万葉集みたいなのは日本にしかないって言うけど、司教が中国にあるからね、中国もあるじゃないかみたいな感じ。 っていうか、中国人からしたら日本にも司教みたいなものがあるなっていうね、えー、ねそういう感じです。で、液教っていうのは、あの、液の、液裏いの元かみたいな感じですけど、実はこれは哲学です。中国は、 あの自然科学は外側の世界の設理を解くものだけど、液晶は内側の世界の設理を解くものっていうね、そういうことになっていて、えー、液晶と,というのはあ人間の内面哲学の集大成なわけです。それからランっていうのはね、喪、まあ、服,服はどんな時に、どんな喪服を着るかとかですね、こんな場所ではこんな服を着て、こんな会話をすべきだとかね、えー、そんなこう細かい礼儀作法の本とも言われるんですけど、まあ、いろいろ深く よく読んででるとですね、こんな時にはこんな会話をしてこんな考え方をしろみたいな。 細かい規定があって、つまりこれは自己啓発、ね、現代に直せば自己啓発の本みたいな感じですね。で、春秋は、孔子のいた魯国、牢の国のね、200年から250年間の歴史を書いてるんで、まあ、当時から行けばね、近代史ですね。当時の近代史ということになるんで、近代史ってことです。で、春秋差し伝ということでね、よく出版されていますけど、春秋という時代のことを差し伝という形で もうね、あと2つ、全部で3つ有名ななんとか伝があって、本当はもっとたくさんのなんとか伝があるらしいんですけど、だから、春秋サし伝っていうのは、春秋のサし伝のうちのサし伝ということです。だから、まあ、四書五経というのは、要は言ってみれば、こういうこう聖典プラス、歴史、文学、哲学、自己啓発、近代史というね、まあ、今、あのヨーロッパでいうと、このリベラルワーツみたいな、ね、感じですね。だから、現代版四書五経を作ろうと思ったら、あのまあ、この、 これをそのまま読まなくてもですね、えー、自分にとって歴史の経典、まあ、日本なら古事記、日本書紀、な、え、ん、ー、とかかんとかって感じになったりするかもしれないし、日本だったら万葉集に古今和歌集が司教の代わりになるし、えー、日本だったら哲学といえばですね、どうでしょうね、消防現像を全部読もうかみたいな感じになるかもしれないし、えー、自己啓発はね、たくさん自己啓発が現代社会にはあります、そして近代史はね、やっぱり春秋差し伝、まあ、古代からね、近代史の勉強は大事だということで、まあ、近代史というものをね、やっぱりね、本当の意味でま わななな、いいいといけないだろうなみたいな感じで、えー、なります、はい。ということで、えー、50冊まで、えー、今日は20冊分でしたけど、ちょっと時間をね、かなり取ってしまいました。はいえー、前回と合わせて私が影響を受けた50冊、いかがだったでしょうか。えー、結構喋りたいだけ喋ったみたいな感じでしたけど、えー、またいろいろ考えてお話ししていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。